皆さんこんにちは。教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集のテーマは、とことん好きなことをやり尽くすというお話をしたいと思います。大概教室をやる方っていうのは、お料理が好きだったからとか、ハンドメイドが好きだったからとか、お花が好きだったからとか、好きから教室をやってる方っていうのが非常に多くてですね、それは全然 OK と思うんですよ。で、おそらくビジネスに軌道に乗せたいっていうことになってくる時に、ネックになってくるのが収益化ということになってくるんですけれども、そこの段階で無理くり、そこは目指さなくていいということであれば、楽しい趣味の範囲でやってればいいと思うし、目指したい人はやっぱりビジネスよりの頭が必要になってくるっていうのは、以前からお伝えしている通りなんですね。とはいえですね、特に女性の場合はなんですけれども、メンタルの部分で、楽しいとか好きっていう気持ちがないとですね、どうしてもビジネスにはなりにくいのかなっていうのは最近感じていることなんです。男性経営者ともよく私は話をするんですが、男性経営者に割り切ることができる人が結構多いです。例えば、物販とかそういうのっていうのはすごく売れれば天井がなくなりますので、それは生活の手段として割り切る。だから稼ぐっていうことですね。で、趣味は趣味で別にお金を使うみたいな感じとかね、それが家族との時間なのか、何なのかは別として、だからものすごくそれを楽しいと思ってやってるタイプの男性経営者ももちろんいますよ、いるんですけれども、案外冷静に、これはお金を稼ぐ手段だからっていうことで自営のお仕事をやられてる方とかもいらっしゃるのも事実です。で、女性の特に教室経営の方は、好きなことが高じて、教えてって言われるから先生になってとかっていうところからスタートする方が非常に多いので、好きこそものの上手なれみたいなところでね、始めた方は第一弾のその壁っていうのが、お金もうちょっと収益残したいよなっていう時には第一弾の壁がきます。だから今回私が提唱しているテーマは、とことん好きなことをやり尽くすっていうことを提唱していて、ここネックなのがとことんなんですよ。とことんまでやると、大概お金は稼げるようになったりします。いまいち集客できないんですとか、いまいちこう人集まらないんですっていう方はとことんやってないケースが多いですよね。だからとことんやればだいたいどうにかなったりします。で、余談なんですけどね、私最近西野明宏さんの、本を買ったことからきっかけで「革命のファンファーレ」ですけどね、彼のオンラインサロンとか入ってます。で、中身について伝えることはできないんですが、思想ですね、考え方っていうのは、あの方はこういつも新しいアイデアを少年のように追いかけていて、それを実現するために全ての時間を使ってると言っても過言ではない方で、見ていて、その夢に乗っかる分には面白いなっていう方なんですね。私も夢を見るし、夢を追いかけるタイプの人なので、そういうとこは男性気質なのかもしれないですけど、読んでるだけでも面白いし、彼はロム線でもいい、要は読むだけの人でもいいから入会してて、それだけの価値のあることを発信しているつもりだっていうふうに言ってやってました。だからお金の使い方は、例えばそういう何かイベント、催し物をやるとか、本のプロモーションとかにドーンとお金を使うとかっていうことはあったとしても、食とかにはほとんど興味がないとかね、飲んだくれてとかっていう、そのなんかアンバランスさはやっぱりとことん好きを追求してるからアンバランスになるでしょうね。女性の場合にはね、全てがそこまでアンバランスに生きていけるかっていうと、なかなか難しい部分はねありますけれども、とことんっていうのを追求すると、結果としてそれに合わせた仲間が集まってくる、仲間がかっこ生徒さんかっていうことになるんですけれどもね。なんで本当にそれでどうにかしたいっていうふうに思っているのであれば、私もいろいろとアドバイスはするんですけどね、市場から考えた場合に、パイから考えた場合ですよ、市場のパイから考えた場合には集客しづらい、カテゴリーだという話を伝える時がありますけど、でもいや、そんなことはなく、私はこれがとことん好きなんで、それを訴え続けますってやれば、そこで抜きんでる可能性はあります。なので確率論で私はお話をしていきますけど、その確率論の低さを突き抜ける熱い思いがあれば集客はできちゃうはずなんですね。だから難しいエリア、領域、業界、領域、内容っていうのは当然あって、それでもそこの中で、立っていくっていう風に、もう好きだしとかってもうこれしか私ないしって言ったら自然と淘汰されていくものとかがあるので、そこまで自分が来てないなっていうことであれば、ある程度世の中に求められるものに迎合していくところも追加で必要になってくる場合もあるし、自分の中の魅力とかを再発掘して2個と3個ぐらい掛け合わせた状態で1個アイテムを作っていくとかっていうのも必要になったりするかもしれませんね。なのでとことん好きだって思うんだったらやり尽くしてみるっていう覚悟を決めてみるっていうのもいいかなっていうふうに思いますので、今日はそんなアドバイスでした。それでは。